ことぶきみなこのパンパンマジことぶき、皆さんおはようございます。朝現在8時半ぐらいだと思います。最終日というか本日私はパリに参ります。もう相変わらずの天気で最後の最後まで、本当に昨日ずっとね雨も降ってたので、あ、雨女復活みたいに思ったりしてたんですけど、で朝はちょっと早く、いつもに早く5時ぐらいかなに起きて、まだ終わってないけどお掃除してます。で今何してるのかと言いますと、最終日パリに行く日、そんな大事な日に何をしたいのかと言いますと、テニス、ラストテニス行ってまいります。マジことぶき、先ほどのお天気が嘘のようにですね晴れてきました。テニス疲れて超絶暑くて今半袖なんですけど、きっと気温は12度とかそれぐらいなんですがね、気持ちいい。うわー超いい天気になった。あ、かわいい、秋もかわいい。お庭です。ちょっと落ち葉が今は風が強いからね。あー、そしてこの木も色がどんどん変わっていいですね。おー、イルミネーションもね、あー、ハンモックもう一回寝たかったな、ここね。大好きな場所ですね。あー、なんかこう最初のね YouTube でも挫折を味わいに来たみたいなこと言ってましたけど、でももう一つの思いとしてはやっぱ自分の居場所を探すっていうのがあったんで、できましたねよかったです、超幸せ。次はじゃあアナザースカイで帰ってきたいと思いますその前に旅行でもね、はい、行きたいと思いますよ。わー、このちょっとお祝いのようなお天気をもらって元気に変えてパリも頑張ります。この2つの荷物と玉ねぎ、あちらパリス行ってきます。からの駅、めっちゃかっこよくないですかこれ。うわー、やっぱセントパンクラスすごい。そして晴れたおかげでこんないい天気なんですね。
パリと書いてある場所がないからあれなんですけど、もうね英語がないんですよ。これ多分プラットフォームのことなんでしょうね。もうそれだけで超感動しちゃいます。最後まで気を抜かずにホテルにたどり着きたいと思います。マジことぶき。おはようございます。ことぶきみなこのパンパンマジことぶきということで、パリに着いてからの動画を撮りたかったんですけれども、もうね到着して眠すぎてもう寝て起きてって感じで、まだ寝たりないぐらい。本当にねやっぱイギリスラストスパートが結構ハードだったのと、そうね結構荷物が重かったので片方は多分ね15キロを超えてるんじゃないかな。だから結構それを運んだりするので筋肉がやっぱ疲れちゃって、今筋肉痛です。こう携帯持ってるとも筋肉痛っていうぐらいだから実際昨日フランスに着いたのが8時ぐらいだったんですけど、やっぱそのユーロスターで到着する駅から遠い場所に移動するっていうのもちょっと心配だったんですよね、私的には。なので今回はその駅から徒歩 2,3 分のところのホテルを予約して、確保はしたんですけど、基本的にはやっぱり、このエリア、今私がいるエリアも夜は一人で歩かないでねみたいな感じのようなエリアだったりとかするので、なんかこうイギリスにいる時よりも警戒レベルを上げた方がいいのかなって。なんといってもやっぱ私はほぼ初めてみたいなぐらいのパリレベルなので、気をつけつつ注意はしつつ取れる範囲で撮りたいなと思いますので、これからのパリ生活、ちょっと短い時間ですけれども楽しみたいと思います。ではね、バイバイ。もしも僕らの世界が一つだけじゃないのなら